トウメヤさん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。皆さん、前回のアップデートでキラー倍率が上がったのをご存知でしょうか？はい、このね、潜在キラーの倍率とかがですね、 1.5 倍から2倍に上がりまして、もうこれによって周回編成、いろんな編成に革命が起きてるわけなんですが、今日はね、その革命のうちの一つ、ブラックサンの戦術編成を使っていこうと思います。今回サバさんからですね、またしても編成をお借りしております。ありがとうございます。サバさんのリンク概要欄に貼っておくんでね、チェックしてみてください。で、ブラックサンで戦術やる場合ってね、前回でまあ早くて8分とか、遅くても11分、11分、12分とかだったんだけど、もう今回の周回編成、7分から9分台で安定周回できます。やばくない？最短7分だよ。で、遅くても9分、まあ、どんだけ遅くても多分10分、11分では勝てる編成になっていて、もうとんでもなく強くなりました。で、まあ今回ね、今日がブラックサン周回、交換の最終日ということで、まあ最後にブラックサンの強さを紹介してね、ブラックサン編は終わりにしようかなということで、早速ね、今回編成紹介していきます。まずはリーダーセリカ、枝豆遅延2つに水軽減プラス、非軽減プラス、そしてウルトラバッチ、ウルトラマン太郎武器継承ですね。はい。大きいスキブにリダチェン耐性に水軽減プラス、そしてムーンドライバー武器継承ですね。はい。シャドウムーン武器継承です。ブラックサン、水軽減プラス体力キラー、非軽減に遅延、そしてバラン武器継承です。からのブラックさん、水軽減プラスに神キラー2突、カイドウ武器継承です。からのブラックさん、ごめんなさい。こっちですね、こっち。吸収無効潜在にアレキサンダー武器継承。ラストフレンド、ブラックさん、吸収無効武器に月読みかぐやの色違いの方ですね、の武器継承って感じになっております。はい。今日お借りする編成の PDC がこんな感じになっております。はい。でん。今画面出てると思います。まずこれがね、今回の編成の PDC になっています。代用等もですね、こちらに記載されていますので、もしね、編成組めない場合は代用等しつつですね、火力調整自分自身でしてもらって周回してみてください。そして立ち回りがこちらになります。でん、まあ、とりあえずこれがパート1ね、パート1前半回数の立ち回りになっていて、そしてもう一つの立ち回り、後半バージョンですね、がこちらになります。はい。で、まあ戦術ってね、言うてめちゃめちゃ難しいダンジョンになるんですけど、もうブラックサンを使ってあげれば超簡単に周回できるということで、今日はこちらのブラックサン編成を使って遊んでいこうと思います。ということで戦術やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層、とりあえず大きく打ってあげて2ターンヘイストからのセリカに継承している太郎武器で2ターンヘイストを入れていきます。はい。大きはスキルレベル上げておいてください。6だとたまらないことがあります。大きく打ってあげてからセリカ打ってあげて、これで11コンボですね。あ、待って、これ9コンボじゃない？危な。まあ別にコンボ吸収引っかかったら2パンしてあげればいいだけなんですけど、盤面11コンボ組んであげて倒していきます。変身前なの忘れてた、ブラックさん失礼しました。で、続きまして2階層です。2階層もブラックさん打ってあげて変身していきましょう。で、太郎武器の無効貫通が継続しているので、これで突破すれば OK ですし、もしさっきみたいな1階層突破できない場合があったら、大きく打ってあげれば突破可能です。はい、大きく打って倒してください。ここもずらしで突破。さあ、続きまして3階層です。3階層もブラックさん打ってあげて変身していきます。はい。一生これで殴っていきましょう。序盤はもうセリカは全く打ちません。もうひたすらブラックサンだけで倒していきます。はい。打つ必要がないんでね。はい。ここもブラックサン打ってあげてずらし。枝豆入れながら倒していきましょう。OK。吸収無効潜在のブラックサンを優先して変身してるんで、光のね、吸収無効とかも簡単に倒せます。で、4階層はまずブラックサン打ってあげて、これで枝豆を盤面に呼びます。で、あとは、盤面で16コンボ組んで2パン、もしくは0コンボ組んでから突破って感じになりますが、めんどくさいんで、まずはワンパン狙っていきましょう。あ、2パン狙っていきましょう。上に枝豆が4個あって、ブラックサンで8コンボ確定で入るので、まあ、つまり下側で合計2コンボ組めばいいだけなの。4コンボ組めばいいんですね。だからこれで、ちょうど16コンボになるはず。8たす4たす2たす2で、16コンボですね。はい。ブラックさんは超つなぎして絶対に8コンボ入るんですよ。で、さらに枝豆がま4つあるんで12個になるじゃないですか。あとはもうそれを計算しつつ下側で組めばいいって感じ。盤面の枝豆の量を見ながら頑張ってください。はい。神々やな。で、5回数ここはブラックさん打ってワンパンです。はい。で、ちなみにちょっとだけね、ちょっとだけ11回数で回復が欲しいんで、まあ、それを前提に入れておけるとめっちゃいいかも。18階層で回復が欲しいよっていうこと。まだいいですけどね、全然。で、ここ弱化ドロップ多い場合は、
弱化ドロップ多い場合だけはセリカも打って突破でいいですが、今回は大丈夫でしょう。16コンボ組んであげて、これでワンパンです。はい、ちゃんと軽く出れば大丈夫で、弱化多すぎて軽く出なそうな場合はセリカ打ってあげてからブラックさん打って突破してください。で7階層です。ここはセリカ打ってあげてブラックさん打ってあげて倒していきます。続きまして8階層、ここめんどくさいんでワンパンしちゃいましょうか。盤面7コンボ組めたら倒せるんで、あ、惜しい、足んなかったわ足んなかったんだったら2パンで OK、 耐久してあげてブラックさん打ってあげて突破していきます。はい、まあ、ここワンパンできると楽だからいいんだけど、まあ、別に倒せない場合は2パンしてあげれば OK です。全然焦る必要はなし。で9回そう、ここはブラックさん打ってあげてずらしていきます。コンボ吸収にまあちょっとだけ注意しながら13コンボ組みましょう。で続きまして漢字の10階層ですね。そう、この10階層で必ず回復を下にずらしてください。でできるだけ回復を温存して突破します。でこれなんでかっていうと、この後ですね、お市が来た場合にですね、回復ドロップがないと詰んでしまうので、そのためにちょっと回復ドロップを残したいって感じになってます。なのでこんな感じでワンパンはしつつ回復を下に呼んであげてって思ったけど、まあ2個しかないか。まあでもこれで十分です。少しでもちょっとでもいいんで回復を残します。お、2セットあるのはいいですね。さあ11回そうって思ったら来なかった。まあここは普通に大きからのブラックさんで倒していきましょう。セリカ打ちます。はい、セリカ打ってあげて大き打ってあげてブラックさん打ってあげてワンパンしていきます。おいちが来るとちょっとめんどくさいんで、そこだけね、注意。で、まあ、なんだろう。なんか光の、誰だっけあいつ、名前忘れたわ。銀杖ね。僕の一番嫌いな銀杖が来た場合は4ターン耐久してから突破です。人水はもう簡単に倒せるんで、安心。ブラックさん打って、枝豆3個以上含んで突破していきます。さあ、続きまして。13階層です。ここは1コンボ2回組んでから倒していきます。おい。やめろ、落ちコン。まあ、弱化ドロップはそんな気にする必要ないですかね。はい。で、ブラックさん打って倒していきます。大きからのブラックさんですね。ちゃんと火力出して突破していきましょう。はい、これで倒していきます。ブラックさん OK。 さあ続きまして14階層、ここはコンボ急所だけ注意してください。セリカ打ってブラックさん打ってこんな感じで14コンボ含んであげれば倒しきれるんで、しっかりと軽く入れてあげてワンパンしていきます。そう、ここも本来はワンパンできなかったんだけど、キラー強化によって火の宛名もワンパン可能になってます。そう、本来この宛名階層で2パンだったんだよ、前まではね。そう、でもキラー強化によって今みたいに14コンボ組むだけで突破が可能になってます。だから革命が起きてるの。そう、マジやばいよね。でここはしっかりとコンボ組んで倒していきましょう。はい、盤面7コンボ以上入れてあげて倒していきます。ここもワンパンですね、もちろん。はい、ワンパン。さあ続きましてボス2段階目。ちなみにボス1段階目からはもうセリカは打たないでくださいね。はい、でここはブラックさん打ってあげて
11コンボ以上組んでいきます。はい、こんな感じで必ず11コンボ以上組んであげて殴り、そして半分まで削っていきます。 OK、まあ、からのブラックサンセリカ、ブラックサンでいいか。はい、ブラックサン打ちましょう。やばい、ジャッカドロップ多すぎだろ。ジャッカドロップ全部避けよう。どう、これならジャッカドロップ避けきれた、ギリ避けきれてる。 OK、 12、13、さあ14、これで突破していきましょう。でもこんな感じでですね、突破可能ですマジ強くないっすかこれで、まあ一発撮りチャレンジですよ。一発撮りチャレンジで、まあ一発撮りチャレンジっていうか一発クリアね。初クリアでこんな感じ。8分30秒とか。で、敵キャラによっては7分台で周回できたりとか、遅くとも9分ぐらいで周回できるっていうね、超やべえ編成になってます。てかもうこれも全部ね、キラーの強化のおかげで、アテナとかがワンパンできるようになって、もうとにかく速くなったんですよね。だからもしですね、ブラックさん4体、3体ですか、公開した人は、ぜひね、よかったらこんな編成使ってみてください。ということで今日は戦場超高速で周回できるブラックさん編成の紹介動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。